キュアホイップのスノードームを作ってみよう。このライト付きの光る台でキラッキラに光るスノードームにしちゃおう。どんなスノードームになるのかな、楽しみだね。まずはペットボトルの蓋とボンドを用意して、キュアホイップをペットボトルの蓋にくっつけます。ボンドを使うときは必ず大人の人と一緒にやってね。手にくっつかないように十分注意しよう。キュアホイップがペットボトルの蓋にしっかりくっついたら、今度は瓶の蓋の裏にキュアホイップをくっつけていくよ。この時もボンドが手にくっつかないように注意して、必ず大人の人とやってね。瓶の蓋の裏にキュアホイップをくっつけたら、ボンドが固まるまでしばらく置いておきます。その間にスノードームの中身を作ってみるよ。まずは瓶の中にお水を注いでいきます。お水を注いだら液体のりを注いでいくよ。蓋がしてあった。蓋を取って液体のりを注いだら、お水とのりがちゃんと溶けるように混ぜ混ぜしていきます。液体のりをよくかき混ぜたら、ここにカラフルなビーズを入れていくよ。ビーズを入れて、次はキラッキラのラメを入れていこう。キラキラでふわふわのこんな感じのラメを入れていくよ。とっても綺麗。ビーズとラメを入れたら、キュアホイップがちゃんと蓋にくっついているかを確認して、うん、大丈夫そうだね。瓶の蓋を閉めていきます。あ、キュアホイップの頭が入らない。ぎゅっと押し込んで入れていくよ。やった、入った。瓶の蓋を閉めて、キュアホイップのスノードーム出来上がり。ちょっと角度が横を向いちゃっているので、蓋を閉めながら調整してみよう。こんなぐらいかな。やっぱ横向いちゃってるけど、まあ可愛いからいっか。台の上に乗せて、光るスノードーム出来上がり。スノードームを
逆さにして戻すと、うわー、きれい。キュアホイップがスノードームの中でとっても楽しそう。台を瓶の上に乗せて、お部屋の明かりを消してみるよ。うーわー、すごく綺麗。なんだかとっても神秘的なキュアホイップだね。キラキラのふわふわでとっても綺麗だね。スノードームの後ろはこんな感じだよ。ちょっとぎゅうぎゅうだね。スノードームを振ると雪が舞ってるみたいでとっても綺麗。とっても綺麗なキュアホイップの光るスノードーム。みんなもぜひ作ってみてね。とっても綺麗でいつまでも見ていたくなるね。アソブームではまだまだ面白い動画をたくさん用意してるので、動画の右上にあるこのアイマークを押して、アソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人は、このチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をして、アソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくね。